パリオリンピック五輪バスケットボール女子日本代表が1次リーグ C 組の第2戦で世界ランク19位のドイツ代表と対戦している。初勝利をかけた一戦に人気バスケットボール漫画「スラムダンクの作者井上武彦氏が1日自身の X、旧 Twitter でよしととのった。見せたれ日本女子のバスケをとバスケットボールと炎を。 両国国旗の絵文字付きで投稿盛り上がるファンもポップコーン持って応援しよう言ったれ頑張れ日本やったれ見せたれとコメントを寄せている